はい、アイランドオクトリーのルカポトでございます。忍びストライカーやっていきましょう。よろしくお願いいたします。負けません。陣取り合戦、本日はこのね剣を使ってやっていきたいと思います。なので忍術は皇后と陰で消滅で、自分が戦うことしか考えておりません。まあまあ回復治癒札で一応回復もできなくはないので頑張っていきましょう。早いね、もう切ってる。おお、ずれたからよかった。いいよ。いい、マジでいった。いて、一瞬早かった。BC 取られる展開ちょっときついかな。いいよ、ナイス。いやー、でも攻められてるの嫌だな。ここちょっとなんとか取っとかな。糸負けるんかい。いや、交互あれすんのか。2発目とか食らうとアウトなんだな。いてぇ。まあさすがに通常攻撃忍術とかそこら辺にはあまり負けるけど、いやー取られた。いやー交互むずいな。螺旋丸と封筒の螺旋神経通れたけどって感じ。いい消滅されていますね。豪華密着。なぜそんないる。いやー、あぶねあぶね。もう領事か。いいってけど。でも地味にこう遠距離攻撃なのこの面白いな。癒しであれだね通常攻撃でしたい戦おうとするのが間違ってるね、まずね。危なくね、当たってる。うっそ、そんな広かったっけ。すげえしっかり逃げたと思ったら、いやまずいまずいまずい。いやー A から出られねえ、向こう側いけねえな全然。チャクラモードやれんじゃねえの。オッケー、なんとか取ったけど取られてるわふう、全然ダメだったいや武器自体は面白いけど、やっぱまあこれはね負けみたいなもんだよね。それじゃあもう一ゲームやっていきましょう。はい、やってきました。2戦目です、よろしくお願いします。激破戦か、まあ、激破戦の方が陣取りとかよりかは味方の回復はなちょっと足りないかもしれませんが頑張りましょう。頑張って殴ろ。戦闘開始。それしかできない構成なんで。四角押してくのでいいかな。なんか四角よりも四角押してった方がいい気もしなくはない。あと交互が地味にむずいな。最初の一発目はまあ効くかもしれないけど、電撃になってたりするとそんなにね
あれしないと。思いかずち。疑問は取れるかい？ナイス。ナイスじゃないね。いや、攻防しても抜けらんないか。超痛かったんだが。痛い痛い痛い、まずいね。攻防ってアーマーを抜けて、なんかアーマー付与プラス攻撃受けてたら回復みたいな認識で合ってるよね。それを上回る。何、2枚に殴られてたらそれきついか。そもそも純粋、そこまで万能な能力だではないので、結構なんか自分しか効果が及ばないから、全幅の信頼とまではいかないけど、寄せてたけど普通に破られる持っていいかもな。なるほど。いや、まあ取れなかったな、しゃあねえ。いい消滅。あぶね、ライン周りにみたいな立ち位置は個人的には思ってたんだけど、豪華別客。ほら、よっ、なんかギャラレがあるな。今のは3個押したか俺。なんかやられあるぞ。三角をしてやられあるのはなかなか強いかもしれない。はい、一回逃げまーす。さっきはそれでやられました。防御力アップか。しばくてんぜ、ナイス。うわっ、生きてたな。あー、カツユが、俺のカツユ消えた。このイカズチをキャンプにする、それは強いわ、それは強い。あー、キリンはそれ結構やばいんじゃないの。乱戦落ちたら、そうだよね、そうなんだよね。いや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 、楽しかったな。やっぱモーションがね、かっこいいと楽しいっすね。はい、じゃあというわけで本日の動画は以上で終了でございます。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。